上杉のリザネ上杉のリザネは、室町時代中期の武将、守護大名。関東官令、上野国、武蔵国、伊豆国守護、三内上杉家八代当主。足利学校や金沢文庫を再考したことで知られる。大英十七年、千四百十年、越後国守護、上杉傍法の三男として、越後で生まれる。陽名は九弱丸。なお、 信頼性のおける資料に、ノリザネの少年を明記したものはなく、ノリザネがちょうど武家の人間が、監修上半始めを開始する年齢に当たる十五歳で、ある英三十一年、1424年から、半死の記録が見えること、大内史実録に、文章元年、1466年に五十七歳で死去したと記述されていることから、王英十七年、1410年生まれと、 考えられている。大二十四年、1417年、前年からの鎌倉での上杉前州の乱が収束し、翌二十五年、1418年には、重帝で、関東管領の上杉の本三内上杉家が指揮をしたため、その後継者に選ばれて、鎌倉へ入り、返帰、三内上杉家の通話剣の字を受けて乗り種と名乗る。乗りは、 生前よりのりザねのことを評価していたようであり、彼をあらかじめ後継者と定めていたとも考えられる。しかし、歴史学者の渡辺良介は、ノリ元の死後、悲観である長尾氏や大石氏がノリ元の遺言を装って決めたことではないかと指摘している。欧二十六年、1419年にノ元の死去に伴い、十歳で、 室町幕府の出先機関の鎌倉府において、鎌倉久保を補佐する関東官令についたと言われており、翌二十七年1420年には就任が確認できる。また、上野、武蔵、伊豆の守護ともなる。欧米三十年1423年6月から8月には、小栗光への乱を起こした、日立国の小栗市政罰に出陣し、小栗城を攻め落としている。 王英三十五年、千四百二十八年、室町幕府四大将軍、足利義持が死去し、くじ引きで足利義則が六大将軍に就任した。乗り金の仕組んで四大鎌倉久保、足利持氏は、自らが将軍後継の候補に選ばれなかったことに不満を、地、兵を率いて上落しようとするが、乗り金はこれを監視する。また、持氏が、 幕府の改元を無視すると、影響三年1431年には謝罪の施設を派遣。翌四年1432年には、鎌倉府が横領していた所領幕府に返還し、同年に幕府で将軍、吉典の藤士下校が協議されると、則り座は警戒して、関東情勢の不穏を理由に、下校の延期を促し、幕府の第五次、見本院門後満載らに沈没するなど、 ノリザネは一貫して、鎌倉太幕府との朝廷に勤めている。一方で、幕府はノリザネを通じて、鎌倉の動向を把握しようとしていた形跡が見られ、吉典への対抗姿勢を続ける持ち主と恩恵派の、ノリザネは、確執が生じるようになっていたと考えられている。影響八年、1436年、幕府の文国である、品の国主も、 小笠原正康と豪族の村上頼清が領地をめぐって争い、持氏は鎌倉に支援を求めた頼清を助けて出兵しようとするが、のりざねは、品野は関東区房の管轄外であるとしていさめ出兵を阻止し、合戦は小笠原正康が勝利する。翌九年千四百三十七年に持氏の品野再出兵が企画されると、出兵は、 のりざね中罰のためであるとする噂が流れ、のりざね方にも武士が集まり緊迫状態が生じる。持ち主は、のりざねの元を訪れて会談するが、のりざねは、相模国藤沢へ下り、7月に着手を両国の上野に逃して、鎌倉へ入る。持ち主は、在職を望む者ののりざねは、官僚職を辞任する。8月には一旦は復職する者の、 武蔵の文書への署名を依然として拒否しており、確執は解消されないままとなった武蔵国は鎌倉久保の両国とみなされ、関東官僚がその代官として守護職を務めていた。影響10年1438年6月に持ち氏の着手、剣王丸、足利義久が厳服すると、則りは官令に従い将軍の一時配慮を賜るよう進言するが、 持ちはこれを無視して、吉久と名乗らせ、源の義家に義して、八幡太郎の通称を称させて、鶴岡八幡宮にて玄服の式を挙げる。この頃には持ちが乗りザネを暗殺するという噂が、立ち、乗りザネは、吉久の玄服衆議にも欠席している。持ちに権威を持たれたことに対し、不本意として自害を試みたが制止させられた後に、 難を逃れるために8月には、鎌倉を出奔して、両国の上の平以上に下る。なお、京都の足利義則は、ノリは必ず自分を頼って、京都に赴いて、持ち氏だとを訴えると考えていたらしく、すでに、駿河国の今川ノリ忠に、ノリを庇護を命じていたため、この対応に困惑したという。持ち氏はノリ討伐のため8月に、一式氏に旗を与えて派兵し、 自らも出陣した。幕府は関東での事態に対して、持ち討伐の兵を下すとともに、信濃の小笠原正康に、ノリザネ救援を命じている。9月末には、小笠原軍は、上の板花に入って北上する鎌倉軍を、打ち破った。10月、ノリザネは、武蔵部外河原に着陣し、先方の一式軍を破る。ノリザネ自身は九州を攻めることを良しとせず、 自らの軍の兵を進めることはなかったが、火災の長尾忠政が代わりに兵を進めた。鎌倉軍は、幕府軍に敗れ持ち主は出家して、永安寺、鎌倉市に入った。乗りは幕府に持ち主の除名と義久の関東久防就任を再三再し、日本外史によると、死者十四反弾願するが、義則はこれを許さず、乗りに持ち主を殺すよう命じ、乗りが、 持ち主、義久節の成敗を固辞している姿勢を、逆に、持ち主の本意に加担していると剣儀がかけられた。ノリザネはこのままでは義則に自らも攻め滅ぼされるが、自害に追い込まれることを覚悟して、足利学校に、御教書本、講師図など、書籍や絵画を寄進していったんは、新編整理を行うものの、昭国寺の柏神、周三沢の説得に応じて、影響十一年、 1439年、ノりざねはやむなく永安寺を攻め、持ち氏と義久は自害した、影響の乱。乱後、ノりざねは孔寺を弟、清方に託して、伊豆国清寺に退き出家宿元安長、宗交元と称した。清方はこの時に、三内上杉家当主に就任したとみられ、関東官令も譲ろうとしたが幕府は認めなかった。影響12年。 1440年、有城氏ともが持ち氏の維持春大丸、安大丸を用して挙兵する有城合戦。幕府はノリザネに政界復帰を命じ、ノリザネはやむなく出陣した。その後、ノリザネは再び陰遁した。かきつ年、1441年、かきつの乱で足利義則が暗殺される。幕府は関東の秩序回復のため、ノリザネに 関東官僚復帰を命じるが、ノリザネはこれを拒み、おいで、越後守護、神杉坊朝に預けていた、次男、房さあき子供たちも出家させる。ノリザネは子供たちに決して現属せぬよう命じた。このため、幕府も長い間、ノリザネの、妙台とみなしていた清方を、関東官令として認めざるを得なくなったとみられる。しかし、文安元年、1444年、 清方が死去すると、再び三内上杉家の家督と関東管連の地位が空白になる。ノリザネは、先の方針から自分の子に後を継がせることを許さず、三内上杉家の血を引く実定を後継者に指名して過法、家伝の文書を譲り渡してしまった。しかし、火災の長尾影中はこれに反発してノリザネと対立した。しかし文安年、1447年。 持ちうじの維持重氏が、鎌倉久保になると、則りの長男、則りが、長尾家中に擁立され、関東管令に就任した。則りは、則りを府中の子であるとして、所領をすべて没収して帰絶した。同年、則りは、家臣の長押から伊豆平伊里の所領を召し上げ、持ちうじの皇室に領所として信条している。長押には土地を召し上げた代わりに大大地を与えている。 実のりざねの器具通り、のりざねを親のあだだと考えていた茂氏は、法徳二年1450年に江ノ島合戦を引き起こす。幕府はのりざねに関東官僚復帰を命じるが、隠遁して、家中とも対立していたのりざねはこれに応じなった。やがて、京徳三年1454年に茂氏は、のりただを暗殺して、京徳の乱を引き起こしてしまう。この後、 のりざねは、諸国返歴の旅に出て、京都、九州にまで赴いたとされる。京徳元年、1452年には、大内氏を頼って泊まり、文章元年、1466年、長戸国大明治で死去、去年57。まだ越後にいた子供の頃より、芸能に達者であり、大器晩成の人柄であると評されていた。その人格は、 儒教の影響を強く受けていた。影響の乱の折、ノリザネは自分の行動が不中と示断されることを恐れた。また、後年の諸国アンギアについて、主を裏切ったことへの罰と周囲に実戒していた。これらの行動、思想は、ノリザネの熱い儒教の心が発露したものと考えられる。ノリザネにとっては、足利義則と足利持氏は共に主であり。 義しは、挙手的な、おも、持ちうは、直接の主であった。この二人の主の間で、則りの心は揺れ動いた。結果としては、義しの脅迫に則りは屈服してしまう形となった。先制思考の強い義しは、則りに対しても、非常に厳しい強制をもって接し、則りはそれに屈しした。田中義成は、著書、足利時代史において、 のりざねは、幕府と持ち氏を調停する立場で行動しながら、その内実においては、幕府と常にこうしており、持ちゆへの還元も常に、幕府の命を帯びて反映させたものあった。そしてついには、幕府の意を、受け持ちしを自殺へ追い込んだ、と、のりざねを表している。また渡辺四助は、著書、関東中心足利時代の研究において、持ちゆを討ったことは、 紳士としての務めをまっとうていない。ノリザネは、幕府と親密であったために持ちうとの融和を書き、命をとして監視すべきところ、ついに自害へ追い込んでしまった。またせめて持ちうの息子、足利義久は助けるべきであったのに、これも自殺へ追い込んでしまったと非難している。これらの評価については、桃瀬けさおが、神奈川県市通信編愛において、不当に過酷な評価と反論している。 桃瀬は、田中、渡辺らの、のりざねが持ちうじと、表向きは、融和的な態度を取り裏では、将軍、足利義則と結託して、持ちうじを破滅に追い込んだとする評価を再検証し、これを否定した。田中、渡辺らが非難する持ちうじとの君臣関係についても、のりざねは、関東管領の職務の任免刑を持った、義則の命令も受けていて、所領関係においても、 吉しとは御恩奉公の関係にあり、吉しの命令に従い、持ちうを攻め殺したことについて、それをしいきゃ悪と、非難するのは嫉妬であると田中と渡辺の評価を否定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。